稽古用禁止縛りは、最難関、実力モードで。第1話は、我慢して足泣きを攻めて落とした、伊達か、兵を減らさないようにしつつ、家臣の忠誠度も大事なので、なんとか兵を増やして領土も広げていきたいところです。狙いとしては、なるべく敵の国と、接していない国を増やしていきたいので、西の方に攻めていきたいんですが、恐ろしい敵もいるので、どうしていくかというところから再開します。利用しがいのある国は北条や武田、織田もいるので、状況に応じてこの辺りをうまく利用していきましょう。ということで、今回も戦闘シーンなどあまりフルで流さず、なるべくまとめた形でお送りさせていただきます。まずは足泣きを攻めた直後なので、忠誠度が下がってしまっており、それを上げ直さねばなりません。忠誠度が下がることを見越していたので、茶器もしっかり用意、これを使って回復させていきます。上げれば一気に忠誠度が上がるのですが、このままだと一人だけしか上げられません。しかし二つ国があることがここでいきます。茶器回しですね。今回はあえてしっかり説明しながらお送りしております。めんどくさい作業は全て陸前でやろうということで、忠誠度が低い武将を1000人送り、茶器を持っている武将を陸前の城主にします。陸前のターン、茶器回し開始です。城主が持っている茶器を忠誠度が低い武将に上げます。茶器を上げた城主はもう一つの国に送り、茶器をもらった武将が城主、これをみんな忠誠度が回復するまでやりました。残りの武将を済ませた後はいよいよ攻める準備ですが、陸前は英数に19まで減らし、陸奥に兵を送り60、鉄砲もあるのでここから西に進みます。婚姻関係はありますが、迎えている側は攻めてもいいのでしっかり取りに行きます。一応どのくらい兵がいるかのチェック。最上家の兵数はちょうど100、真正面からぶつかるとさすがに危ないですね。武将たちの能力は特にもが三好明、彼が特に欲しいです。大名以外は若いか能力が良いのどちらかなので、みんな確保する気持ちはあります。能力が低い武将も利用方法は全然あるので、いてもらえるとありがたかったりします。何でも利用するつもりのスタイルなので、敵に厳しい作戦を取りましょう。明日の敵は今日のとも上杉家に共同軍の交渉をします。問題なく援軍してくれることを確約、誠に申し訳ない限り。鉄砲隊60デルス正影、大名テルムネの弟で行きましょう。上杉からの援軍は47ですね。こちらがやや上ですが、こちらの問題は兵を減らしたくないということになります。あ、これは周りの武将をなんとかできればほぼ無傷でこの戦勝てる。まず我が軍は自分の陣地にこもり、上杉家に任せます。欲しい武将はいるけど無理はしちゃいけない。問題は上杉家が最上家の大名以外を捕まえられるかどうか、これが最大の問題になります。兵の数字が大事なので、なんとか見える範囲内の 1.5 倍速でお送りします。
こっちに回ってきている。逃げたいけど、逃げたら陣地を取られるので、逃げるわけにもいかない。仕方ない。一回は食らうしかないようです。と思ったら、右に行った。ちょっと助かったか。上杉家の武将の数が微妙ですが、ギリギリなんとかなりそうですね。あわよくば。こちらも武将を捕まえたいんですが、ちょっと減りましたが、武将を2人確保。最上義昭が上杉に取られましたが、切られなければ後で取りに行きましょう。あとは大名1人だけ回り込めば無傷で倒せるので回ります。そして安全なところから撃ちまくるだけの生活、これで勝ち確定です。ちまちま攻撃し、エースをゼロにしたところで、直接攻撃、そういう形で戦が終了します。あとは武将を家臣にし、上杉に捕まった武将が切られなければいいですが、よし、秋が無事でした。それだけで十分です。よく切られる人なので、上杉家に攻めた時に何とかしましょう。ということで、国が3つになり、係数は合計で100になりました。次は上杉ですね。いきなり強敵すぎますが、鉄砲があるからなんとかなるでしょう。